はい、どうも皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでした。さあ、ということで、本日なんですけども、ちょっとまた雑談系というか、お話があるということで、おそらく、今日のサムネタイトル、興味ある人はおそらく見に来てくれてると思う。はい、本日なんですけども、ちょっと昨日の動画、2本目の動画、久しぶりに、私の妻であるエリマネが動画に出てくれました。本当にありがたいね。企画も実はエリマネが考えてくれて、ルドをやろうや、勝負しようやと言ってくれて、素晴らしい企画だと。最近なんか俺よりも YouTuber っぽくて、もうその企画力がね、純粋にあって、毎回そう驚かされるんだけど、本当に、その動画を通しても、やはりエリマネという女、エリマネという妻、もう本当に最高だなと、改めてちょっと思い知らされて、本当に感動だったんだけど、個人的に。みんながどう思ったか知らないけど、俺自身はものすごく面白い動画撮れたなと、本当に率直にありがとうございますということをね、撮り終えた後も言いました。で、そこでなんですけども、ちょっと実はというか、そのだいぶ前から、YouTube 始める前から、そして始める時もそうだったんだけど、いつか一緒に動画出たいねと。いつか一緒になんか面白いことしたいね。企画とかいろいろやりたいねって話はしてて。で、エリマネも、最初はちょっと出ないけど、サワが伸びてきたら、出てやってもいいぜと。チャンネル登録者50万人くらい行ったら出たるわって言われたわけ。もうすごいモチベーションだったから、当時は。で、それで50万人行って、で、100万人行って、で、今となったらもう本当に150万人も超えて、本当にたくさんの人に応援していただいて、本当にありがとうございますなんですけども、いつこうにエリマネが出てくれないわけですよ。いや、本当に。で、まだかまだかと僕もたまにね、そんな、あんまりしつこく言うとさ、もうすごい嫌になっちゃうからあれだけど、たまに言うわけ。いつ出てくれんの？とか、そろそろもうやらないか？みたいなことたまに吹っかけるんだけど、どうもね、エリマネの中でちょっといくつかね、懸念事項というか、これ引っかかる。なかなか出たいと思えないことが、何個かあって、ちょっとそれは今日はみんなに初めて共有してみようかなと思って。みんながそれを聞いてどう思うか知らないんだけど、ちょっと、言いたいなと思って。で、まず一つが何かっていうと、これは正直エリマネ自身の、両方、二つとも結構エリマネ自身の問題なんだけど、まず一つは、その純粋に、そういうコメントとか、そういった、エリマネ自身について書かれること、特にネガティブなこと、いわゆるアンチコメってやつですよ。それに対しての耐性みたいなものが、ほぼないわけ、エリマネは。本当にすごいデリケートで、センシティブで、やはりそういったコメントを見てしまうと、本当に真に受けて、あ、私ってダメなのかな？私ちゃんともっとしなきゃいけないなと。すごい結構、完璧主義ではないけど、その、みんなにやっぱり好かれたいという思いがある、エリマネは。やっぱり嫌われたくないし、みんなと仲良くしたい。すごいね、平和主義な人で、ものすごく、人思いな人なんだよね。だからこそ、そういう心ないコメントを見てしまうと、どうしてもね、気がめいってしまうらしいよ。どれだけ励ましてあげてもね。だからそういうのを見るのが怖いから、ちょっとなかなか出づらいっていうのはある。だから顔出しもしないし、昨日は出てくれたけど、本当にいつも震えながら出てる、実は。いつもとか、2回しか出てないけどね。で、もう一つが、これ結構エリマン自身もぜひ、差は伝えてってお願いされたことなんだけど、ハゲイバブログとかね、エリマネが書いてる俺のブログがあるわけ。俺のリアルの日常、まだぜひね、見てない人ぜひ見てほしいんだけど、ハゲイバブログって調べると出てきます。そのブログとかもそうだし、あと、サワハゲのアカウントね、インスタのアカウントもそうなんだけど、DM 送っていただいたりとかね、コメントしていただいたりとかね、エリマネね、実は結構返してるんだよ。DM もそうだし、そういうコメントもそう、ほぼほぼ返してることが多くて、で、中にはどうしてもやっぱいっぱい来るから、ね。エリマネ自身、普通に、お仕事もしてるから、いつもこの、たくさん時間を取れるわけじゃなくて、たまに、このコメント返しきれてなかったりとか、DM に対して、見れてなかったりとか、お、全然あるじゃん、普通に考えてね。でも、そういったことがあると、それに怒るファンがいるんだよ。なぜ DM 返してくんないんだ？なぜコメント見てくれないんで、こっちこんだけ一生懸命書いてるのにって、結構その攻撃的な、エリマネ優しいがゆえに、どうしてもその、攻撃的になっちゃう、ファンの方々いるんですよ。で、そうするとエリマネって、もちろんその人たちに対して全くその人が悪いとは思わずに、本当に私の力不足だなって、ちゃんと向き合えてないな、私ってダメな人間なのかなっていう状態になっちゃうの。だから、ぜひ皆さんにちょっとお願いしたいのが、俺が言うことじゃないかもしれないけど、ぜひ皆さん、エリマネに優しくしてあげてください。もう俺に対しては正直何言ってもいい。言われたら俺も言い返すし、バカ野郎、この野郎、クソ野郎とか言うから、別に俺に対して好きなだけ言ってくれ。
まあ俺も正直うざいなって思うけど、まあ俺はなんとか乗り越えていくけど、エリマネに対してだけはね優しくしてあげてくれ、頼む、そうすればもしかしたらある日突然、サワ一緒に YouTube やろうって言ってくれるかもしれない。これをやっぱり言ってもらうためにはやっぱりみんなの力が必要だと思った。俺は純粋に俺一人じゃやっぱりどうすることもできないから、ぜひ皆さんと一緒に、デスターのみんなと一緒に、エリマネが出てきやすい、ね、出てきやすい、YouTube に表に出やすいような環境づくりを作っていこう、俺たちで。そうすればいつかサワヤンチャンネルも出てくれるかもしれないし、サワヤンゲームズにもっと出る頻度が増えて面白い曲いっぱいできるから、そしたらみんなもさ、こういう企画やってほしい、ああいう企画やってほしいとかってね、リクエストもあったらそれもできるかもしれないし、幅が限りなく広がるから、ぜひ皆さんの力をいま一度お貸しください。僕自身もね、毎日できることをやりますし、改めて本当にエリマネにね、感謝の言葉を伝えたいと同時に、俺たちね、一つファミリーとして今一致団結して、もっとエリマネに優しくしてあげていただけると嬉しいです。一旦那ハゲであるエロハゲからのお願いでございました。では皆さん、また明日のね、ゲーム実況動画でお会いしましょう。よっしゃ。